はい、ということでお待たせいたしました。お、行くよーってね、元気いっぱいですよ。はい、ということでね、こちらのグラタリ、あ、ちょっとね、ごめんなさい、ね、はい、音量の方ね、ちょっと2か3ぐらいでちょっと様子見でお願いします。はい、はい、ということでね、これでやっていきたいと思います。はい、ということで、じゃあまずはね、スペック説明の方からいきましょうか。はい、じゃあどちらが説明しましょうか。花西さんお願いします。お、はい、花西さんできたね。まあまあ慣れてますからね、はい、行きましょう行きましょう。はい、大田確率319/1ですね。はい、はい、各辺突入率が 55% でございますが、はい、はい、こちら海では珍しくね、12ラウンドと15ラウンドに分かれてるという形で、はい、15ラウンド各辺だとなんと出玉がね、払い出しペースで1890発と、はい、はい、いう形で、一撃ね、まあ、連チャン率はね、置き弓とかよりは若干弱いんですけど、そうですね、いかに弾が多いと、で偏れば、はい、ね、ドドンと、そうですね、いう形のスペックとなっておりますね。ね、まあ、普通に当たれば、まあ、特格じゃなければ一箱分はね、そうです、そうです、全然出ますんで、はい、はい、普通の海と同じぐらい12ラウンドでも出ますからね。はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。広いですもんね、アタッカー。ん、アタッカー広くないですか。あ、アタッカーが広いって言ったんです、すいません、日本語が、日本語がすいません、わかりづらい、はい、すいません、大丈夫、大丈夫、いい、いや、はい、いいですよ、そういうね、積極性大事大丈夫です、ありがとうございます。あとは僕がどうにかするんで、はい、どうにかしてください、はい、本当に、はい、おにぎりは、おにぎりはイブは俺とだもんな、だーれだ誰ですか、メンズかな、ね、はい、おにぎりのやる気はやっぱ 100% です、当たり前じゃないですかね。おにぎりいつ見てもイケメンなら 目大丈夫ですかね。ありがとうございます嬉しいけどね、嬉しいけど、はい、はい、中村生ゴミの大ファンです。生ゴミさんはいつリニューアルするんですか。生ゴミのリニューアルって聞いたことあるなんかそれ多分堆肥とかになるよ多分ね、やめて、ネモとのライフはそろそろゼロよって、そんなことないですよね。はい、お久しぶりに原西さん見た、今日も頑張ってねと、はい、あのー、はい、ありがとうございます、ね、はい、クリスマスイブは原西に抱かれに中手に行くわと、ね、いやもうぜひお待ちしてくださいよね、はい、もう露骨な公開不倫ですからね、はいはい、クリスマスでね、杉下さんは、さかなクンっぽいから、はい、さかなクンでどうですかとかね、ギョ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 やってる、いいよいいよ、レスポンスいいよ、ね、いや、はい、あとね、店長は、今年にラスト放送だから知らしないけど顔を見せたんだねということで、ありがとうございますね。はい、ね、準備に時間があるなら30秒の CM でもよくない、確かにね、今度からそうしますね。はい、原西先週新宿放送もマシマシ店長頑張ってたよとね、はい、当ててましたね結構ね、いやー、はい、そう、一応負けてらんないですよねちょっと ね本当に、はい、左右、クリスタルモールドとか、素人とかと、いや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 、やっぱね、この本気のね、はい、新しいモード、クリスタルをぜひね、はい、皆さんに見てほしいということでね、そうですね、まあ、ちなみにね、いつものようにですね、当たったら、はい、と100回転ハマったら、はい、打ち手の2人はですね、はい、はい、特製の今日は今日はオレオと、オレオとこれなんだ、リッツ、リッツ、リッツ、オレオとリッツ、はい、はい、になってますんでね、はい、あれ、おにぎりさん何やれば、いやもうそれだけでいいんじゃないですかえ、それ以上でもそれ以下でもないぞ、もうそれ以上でもそれ以下でもない、あ、ちょっと震えましたよこれ、え、ボタン多分震えた、震えました、まあチャンス目から、あ、まあでも普通に結構くくるか、そこら辺は ね、はい、ということでね、じゃあ僕どうしましょうかね、どうしましょう、どのあたりがいいですか。おにぎりさんは、はい、なんでしょう、リーチかかったら、いや違う違う違う、マジで来ますよ本当に、全部俺一人で食う、もうちょっとハードル上げましょうよ、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっ ょっと、どうしようかな、マリンちゃん出てきたら、まあ、じゃマリンちゃんが出てきたらマリンちゃんも結構出てこないですか。あ、そうですか、まあ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 、あ、別にまあスーパーリーチか、あ、いやでもクリスタルだとマリンちゃん出てこないです、そうです、これね、うん、じゃあブルブルにしましょうか、やっぱりね、え、バイブ、はい、バイブで、いや、ハードル、あー、いいっす、わー、オッケーっす、あ、バイブオッケー、バイブオッケー、バイブで、はい、バイブオッケー、バイブオッケー、わかりました、わかりました、じゃあ、まあまあ、バイブって言っても、まあ、チャンス、大体チャンス目から来ることが多いんでね、そうですね、オッケーです、オッケーです、いきます、いきます、じゃあ、それでいきましょう、はい、いきましょう、はい、俺がダメなら、あ、俺の場合はバイブでいきます、はい、俺はバイブでいきますって、ね、初めて聞いた人が聞いたら、下ネタかと思っちゃう、いい気合いですね、なんかね、はい、ねえ、クリスタルね、中村さん飲んで治るイボジの薬、できたみたいでよかったね、あ、そう、そんなんあるんですね、
はい、原西嫁さん に黙って大海打ちに行ったって本当ですかと。なんでそんな情報を知ってるの。ガチのやつじゃないですか。ガチのやつですね。行ったんすね。行っちゃいましたね、あれ4円予演を、お、頑張りました。原西さん大健闘、はい、はい、ちょっと嫁さんに無理言ってちょっと、あ、周りのお店の大海をちょっとねチェックしたいんだよと、チェックしたいんだよ、はい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 、はい、って言ったら、はい、ゴーサインが出た。でも朝一15分で終わりました、ね、15分15分、はい、15分でいくらもらっていったんですか。一応1万なんですけど。え、そんな、え、そんな早く全部使わないで残りの軍資金は低スロに。海実際全然打ってないじゃないですか。ねえ、はい、2画面クリスタルやめようぜ。あ、じゃあどっちか変えましょうか。はい、じゃあ僕変えますね。はい、変えます、うん、はい、何がいいですか。まあまあ、あと、まあ、トレジャーとか演奏もいいんじゃないですかね。まあ、トレジャーが面白い。はい、ねえ、杉下さんは若いんですかと。34です、うん、そこそこ若い。来るよ来るよ、34、そこそこそこね。はい、あれ、はい、今日もカラッシュグリーム食うんだよね。今日はね、なんかリッツとオレオですね。そうです。はい、CM 後のこの長い選手がやめてくんないってね。トマト、ん、あ、止まったかって思うとね、すいません。おにぎりじゃなかった。お、おしゃれ。さすがにこれはないかな。さすがにないかな。まあ、割といい線いってますけどね。はい、残念とかね。はい、おにぎりじゃなかったゴミ袋聞いてくれよ。今日甘ネジの菜の葉で400まではめられて1セット実質単発だったんだぜとかね。いや、どんまいですね。あるあるある、ハマっちゃってみたいなね。はい、アトランティス希望とね、ハラディス、カメラに向かってサムのモノマネお願いします。サムのモノマネ近いあ、これね、これ、はいはいはい、ラッキー、もうなんか、サムっていうより、なんか、力道山ですよ、ね、あ、そうどちらかというと、そのポーズのイメージ的にね、いいスイーツ、はいはい、はい、大丈夫、そういう感じでもね、おにぎりがイケメンすぎて、吐き気があってね、やばいね、そのね、はい、あらい、あらい、あらい、いいですね、クエスチョンマークが。いつもと違う。ねえ、杉下さんは、既婚者ですかと。未婚です。あ、未婚ということでね。はい、大募集ですね、今のところね。大募集しますよ。杉下初登場は何か歌いなと。何か歌いな。何かあります？得意な曲というか、カラオケ行ったら絶対これ歌うなみたいなやつ。いや、何でもやりますからね、杉下は。いやいやいや、何ハードル上げてるんですか。そうですね。うん、モモクロ好きですね、モモクロ。いいですね、じゃあ、Yes, Yes, We Are ですか。やっちゃいます。いいです。あ、じゃあね、タイミングあったら行きましょう。バッて急にタイミング熱そうになったらそこで BG 流しましょう。自分で、自分で曲は何でもいいんだよ。わかりました、本当に。あれ、コデッピーはコデッピーはですね、江戸崎店に。そうですね、まだコデッピーってやっぱ言われるんですね。そうですね、やっぱイメージありますからね、そこら辺ね。はい、店長だってね、右京さんこんばんはってね、長店は男臭さがいいんだよってね。はい、杉下かっこ偽名さん、相棒はどの相方のシーズンが好きですかと。あー、基本的にですね、もう、はい、ほぼ全員好きなんですけど。あ、なるほど。あれ、はい、一番最初誰でしたっけ、相棒。亀山亀山薫っていう、亀山薫、寺脇康文さんが、はい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 、どうも熱血な感じの本当に刑事なんですけど、はいはい、それぞれやっぱり、うん、いいところがあるんで、今もう5代目なんですけど。なるほど、はい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 、はい、みんな違ってみんないいみたいな、はい、もうなんか選べない、ね、好きすぎて選べないっす。だそうですよね。お前ら極端か、クリスタルなくすなよとかね。確かに両方変えてますね。両方変えちゃったんすか。あれ、じゃあいいよ、じゃあ俺クリスタル戻そう。はい、じゃあ、じゃあね、杉下の好きな女性芸能人は誰ですかと。あー、無難かどうかわかんないですけど、やっぱり まあ好みですかね。はい、はい、戸田恵梨香さんとか好きですね。戸田恵梨香、無難。あー、無難、まあ、まあまあ別にいい。あ、途絶え、あーい、だね、あ、震えてます、震えてます。え、あ、ほんとだ、ビッグマイク、あー、よくない、魚群来た、来た、やばいやばいやばい、あ、昇格、おー、すげえ、やるじゃん、やばーす、おい、事件解決、カメラかぶってるよ、カメラね。
はい、じゃあやりましたーということでね、じゃあちょっと、はい、じゃあね、このボーナス中にね、やるじゃないですかー。はい、じゃあ、マリンちゃんの歌流れたら、マリンちゃんの歌歌います。いやいや、ももクロ歌うのかい。ももクロ歌うのかい。ね、俺はエヴァが見たいって、まあ、ちょっとごめんなさいね、エヴァやってないですよね。おにぎりさんはスペシャルリーチと泡で食べようってね、フジモン、原西、ゆきな、こんばんはーってことね。こんばんはー。2人間違ってますね。今日はな、中村バイブ姉さんって言って、読んだらいいのとかね、そうですね。はい、あ、バイブ来ましたからね。そうね、はい、はい、私一ついただきますね。天菜の葉を離れて北斗無双の天出地で4回単発でやっとラッシュ入ってもスルー、もうタイパンしていいよね、気持ちはわかる。気持ちはわかるよ、ね。はい、原西、あなたは低下し以外打たない方がいいよって、ね。あます、そうです、はい、原西かわいいってね、おにぎりの罰ゲームはサメリーチいいんじゃない、結構来るね。原西、お願いがあります、はい、来年は聖徳太子、はい、新井以外の新ネタを用意してくださいと、はい、新ネタですか。そう、自分確かにね、難しいですよね。2018年もう新原西をね、新原西水橋用意しておきますよ、はいはい。杉下さん、中店いつからいるんですか、はい、と。僕はですね、10月ぐらいからですね、まだ2ヶ月ぐらいになってます。あ、そうなんですね、はい、じゃばっかりということで、おしかも16、おー、昇格しました。いや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 、ちょっとこれはだいぶうまいですよ、これ。これも勝ったよみたいなもんですね。勝った何に勝った。わかんないですけど、まあでも基本的にあの中店勝敗ないんですよ。そうです、ね、当てたらそれが食えるんです。そうです、なるほど。当てたら食える、100回転ハマったら食える。そうです、はい、あれですよね。自分は及川光弘の相棒の時が好きだったな、ミッチーね。わかります。あれ、それ、反町、反町、今反町ですよね、はい、本当にミッチーの奥さんとか檀れいですから、ね、もう最高かって話ですよね、はい、最高か、ね、あれも相棒で共演してあれですからね、結婚。そっから仲良くなったの。その情報も持ってるんですね。持ってそうあるな。杉下じゃなくて、橋爪にしようとかね。橋爪それ聞いたことあるな、どっかで。確かに聞いたことある、ね、それ聞いたことありますね、確かに、確かに、はい、ね。中店、女の子が出てくれた時はおにぎりさんのせいで険悪な雰囲気になりました。違う違う、そんなことないよ。いや、実はね、言えないですけど。言ってよ言ってよ。さあ、とかね、当たりですからね、こっからとかね、はい、はい、じゃあもうね、先に一発当たってるんで、はい、はい、杉下さん、カメラに向かって1個食べましょうか。食べちゃいますか。その中から選んで、はい、それから取ってもらって、選ぶところ、はい、どうぞこちらに見せてもらって、さあどれいく。じゃあこれ食べちゃいますね、はい、オレオ。はい、行ってみよう。はや、さあどう、おいしい。おいおいしい、お、タッチタッチ。あ、残念だよね。なんだ、いきなりおいしいか。普通か、普通の当たりも引いておいしいって、もう本当に。え、あれ当たってる、当たってるし、あれ、これやっちゃったんじゃないですか。やっちゃったパターン、これやっちゃってますよね、多分。これちょっと昇格ないときついよ。もう一個、もう一個ね。え、もう一個食べちゃいます。杉下さん持ってるやつね、こんなに早く3、1、9、しかも各辺で当たるお店はどこですか。コーナー中店でーす。はい、ありがとうございます。ねえ、中店の皆さんは今年を総括すると良かった悪かったということでね、どうですか、お二人、2017年振り返ってみて。そうですね、もう無事に年末を迎えられるということがもう何よりの幸せですね、うん、なるほど、良かったということですね。良かったですね、はい、はい、ありがとうございます。で、中市の名産調べたら、はい、パパイヤカレーなるものがヒットしたんですが、知ってますかと。パパイヤカレー、パパイヤカレー、パパイヤカレー名産なんですか、パパイヤは。ですね、うん、全くもって分かりません。ご存じないということでごめんなさいね。はいはいはい、すいませんでした。はい、北斗間を離れて窓かでアルティメット2連含む14連で、アリアで6連、クイーンズブレード2の 7L で、最初以外、16ラウンド10連で、27,000発、上出来じゃん。取り返した全然まくれてんじゃん。別に天の400なんか関係ねえじゃん。ねえ、服着てるマリンちゃんエロすぎないってことね。あ、逆にねえ、はい、杉下早く歌えよってことね。忘れてた、本当に本当に忘れてた。ミスタリー、あ、海物語歌うね。海物語歌う。はい、杉下さん、ジジババの引きやなとかね。あ、おじいちゃんおばあちゃんとかね、年配の方の引きね、はい、春西さん、マリンちゃんのモノマネ やろうぜと。私マリンよ。お、
これは皆さんどうでしょうかね。はい、スイッチオンってことね、ないんですけど、はい、おにぎりのサンタコスはまだですからね、ちょっとね、そんな僕安くないですね、ごめんなさいね、もう本当にねえ、原人さんとね、杉下さん意外と憎めない顔してるね。ありがとうございます、ね、おはい、杉下さん、俺たちは強い、強い、ありがとうございます、いいですね、さすが予習してる、予習しますね。いつねえ、さあチャンスということでね、まあおそらく通常っていうか、まあ、通常ですね、通常です、だから時短での引き戻し頑張りましょう、はい、まあ、でも何発ですか、だから16の12だから、ね、まあ、3400、3000ぐらいですね、多分3000ぐらい、払い出しぐらいだと、そうですね、はい、払い出しぐらいでね、はい、よし、原西、そろそろルフィのモノマネ行こうかとかね。ルフィのモノマネは僕じゃなくてマシマシ店長じゃないですか。そうね、な、長店の中はおにぎりと仲が悪いから、おにぎりと仲が悪いから、来てるで おなじみの皆さん、こんばんは。違いますよ。仲はめちゃめちゃいい、もうマブ、え、マブですから、マブマブ、本当に原付の後ろもうみんな乗ってますから、もう悪いやつ、ね、ちなみに杉下さんはももクロの推し名は誰ですかと。僕はですね、ももかですね、ももか、あ、ももか、緑の子ですよ、アリアスももか、はい、僕はね、あれなんですよ、あのレニちゃんなんですよ、レニちゃん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 ってあの紫のあのダメな子がいるんですよ。そうですね、もともとリーダーだったんですけど降ろされてみたいなとか、はい、さあ、おチャンス目2回、2回です ね、 2回の、はい、杉下さん、サンタ帽似合ってるでと、 ありがとうございます、うん、はい、ね、なんか今日は当たり、ん、なんか今日は当たりなしか、突通通常の流れが見える見える、いや大丈夫ですよ、駆け引きましたね、証拠が揃ってないわとかね、杉下さん初回からやりますねとね、 ありがとうございます、はい、時短抜けて食うんだよとかね。杉下さん、あ、杉下義明さん、マシマシ店長とは面識あるんですかと。マシマシ店長も一緒に働いて、なるほど、たことはあります、知ってるということでね、はい、うん、はい、裏配信、コメント書いても読まれないからこっち来たらこっち読みますよね、ま、俺たちは強いは言えるってことは放送見てたんだねってことね、スラムダンク好きなんだよ、スラムダンクね、そっちね、俺たちは強いね、そうなると話変わってくる、違います、ね、放送見てないって話になっちゃうからね。はい、おにぎりさん、今日も股間を小窓に移してリスナーを誘ってるんですが、そんな交尾の仕方ですね。はい、おにぎりさん大変です、個人的にアブちゃん以上に杉下さんが好印象です、おおおお、あら、ありがとうございました、ということでね、いやちょっと来てるね、はい、ということで、ありがとうございます、残念ながら、アブちゃん降格です。アブちゃんちょっとね、そういうこと言われちゃうとこっちもね、はい、メンバー選びにね考えちゃいますから、やっぱね、人気のある人は当てがおうということで、選抜ね、選抜、選抜、選抜、基本2トップですからね、はい、まあ、大体原西さんがね強いんですよ、僕ちょっと ね、ちょっとでも今ちょっとこの次下人気にちょっと気が重なる気味、若手の台頭に、はい、そうなんですよ。ね、杉下さん、おにぎりと友達になれる可能性は何パーありますかと。いやもうそれはもう 200% めちゃめちゃ友達、いやもうマブだな。マブだし、ありがとうございます。明日実家行きます。ご両親にぜひ俺を紹介してもらってね。この人がおにぎりさんだよみたいな、誰みたいな ね、 いいっすね。はい、ね、おにぎり静岡生まれなら、かなこ、かなこ推しやろうってことね。いや一瞬そうだったんですけど、やっぱレニちゃんのねダメさ加減が、ね、最高なんですよ、ね、本当に、ね、ちなみに前にヤマトオンリーワンで47連したものです、3万発の次に2万7000発は勝ちすぎだ、怖すぎるってことね、まあでもね、ビクトリーロード地はねもうなるべく行った方がいいですよね。そうですね、勝てる時にね行った方がいい、勝てる時に、うん、おにぎりはこう原西店の皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。こんばんは。はい、おにぎりセーラームーンの変身ってね、ムーンプリズムパワーメイクアップですね。ありがとうございます。何でもやるな、さすがに。何でもやる。ね、小屋の早をどこにいるとかね。小屋の早をまた来たもん。ちょっとね、中店じゃないんですよね、この中店じゃないです。震えがたまらんようなこの台ってね。はい、俺もアブちゃんより、杉下さんがいいとね、原西は固定でとかね。あります。固定。
ね、杉下さん、はじめまして。はじめまして。はい、ね、これからね、出るかもありませんからね、よろしくお願いしますよ。はい、よろしくお願いします。はい、俺たちのおにぎりさんと、バナナマンはどうしてこんなに、差がついたんですかと。いや、売れてるからね。バナナマン、エラ売れしてるからね。バナナマン比較、ね、バナナマン比較、そうね、大船とか新店舗の店長って情報出てたっけど、ありがとうございますね。神奈川の方なんですけどね、はい、新店がもう間もなくね、はい、あの中、失礼、大船店と、はい、あとあの博楽店がオープンしますのでね、はい、あ、そうですね、ぜひともあの皆さんよろしくお願いしますよ。お願いします。はい、ね、店長まだ仕事をしてたら、リッツオレを、食わしたれとかね。あ、そうか、ストックあるね。ストックありますからね。俺が1個、あ、違う、あ、そうか、杉下さん1個、俺が1個ですね。そうですよ。そうですよってなった。そうですよ。忘れてくれていいんですけどね。いやいやいや、無駄に厳しい時あるからな。あれ、自分もそろそろ100いくな、これ。あ、あれ、いいですね。自分で言っちゃった。ね、明日アブちゃん早番で出勤した時に、目が腫れてないかな、杉下さんに負けて号泣してってね。なんで外してるんですかみたいなね。はい、おにぎりドラゴンクエストの勇者のモノマネやってくださいってね、でーっつってね、ごめんなさい、僕あのドラクエやったことないんですよ。ごめんなさいね、もうドラクエ FF が僕通ってきてないんで。はい、じゃあおにぎりは、ダメ女の子好きならリンリンとか、ビビが好きなんだなってことね。はい、あれですね、あのみ、み、駅南ですね、駅南のスタッフ2人ですね。なかなかあの素敵なあの回答というか、はい、あの四国を行ってくださいって言って、はい、徳島、はい、愛媛、はい、高知、はい、京都みたいな。京都、ね、本当に四国でおいでやすみたいなね。斬新なやつでしたね。なるほど。はい、そうだ、セーラームーン見た後にスラムダンク、見るっていう流れだったねってことね。あ、そうですね、懐かしい。いいですね、ありましたけどね。はい、杉下さんのスペックを教えてくださいってことね。スペック、はい、確率はそうですね、319分の1、はい、そういうことじゃないですね。そうじゃないんですよね。もうちょっと。ね、ボケだったんですね、すいません、ね、はい、違う、まあ、分かりづらいボケで、はい、本当にすいません、すいませんね、まあ、簡単なね、まあしまあ、出身とか、あ、なるほど、まあ、そういうの含めて。そういうことです。僕はですね、千葉県の我孫子市っていうところで、我孫子、はい、生まれ育ちまして、いいですね、はい、でそこからそうですね、ずっと、こちらの会社に入らせていただいて、はい、千葉県のお店に配属されてたんですけど、うん、5年前ぐらいに茨城に初めて来て、はい、もう何も分からず、本当に何も分からず、はいはい、一応、結婚してたんですけど、はい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 、バツイチになってました。あ、はい、X、 あ、言っちゃったよ、もう、はい。なるほど、なるほど、はい、1X ですね、 1X ついてました。 1X イコール Y イコールみたいな方程式方程式的な感じです。なるほど、だそうです、皆さんね、 1X だそうです。ね、スペック覚えたね、これでね。こういうの視聴者さんね、忘れませんからね。一生覚えてますからね。一生覚えてますか。はい、杉下さんはあと2個食べるんだよねと。あ、だからこれで、そうですね、100いったらそうですよ。100いったらそうですね、はい、なるほど、はい、ふぎしたさんは、はい、マシマシ店長 と、根本店長ではどちらを踏み台にして出世したいですか。あ、なるほど。踏み台にするならどっちみたいな、ね、どちらも踏み台にしたいですね。なるほどね、高くなるしね、高さがね、高さが。はい、ね、杉下さんは相棒の他にドラマ見てますかと。そうですね、ドラマはやっぱりこういうお仕事させていただいてるんで、はい、そこまで生で見ることないんで、はい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 、あの古畑任三郎も好きなんですけど、古畑任三郎、はいはいはい、はい、全部刑事物が好き、ね、はい、刑事関係が好きですね、刑事関係好きですね。はい、そうですね、はい、おにぎりどんだけどんだけってね、原西さん、水戸店の、コパマンと、はい、バシポヨを中店で、はい、引き取ってもらえませんか、放送で見たいんですよね。コパマンと一緒の放送はちょっと僕も遠慮したいですね。あれ、ノーサンキュー。ノーサンキューで、残念、はい、ね、ね、生でレニちゃん見たことあるけど、普通に考えたら、あ、そう、
いいですね、生レニちゃんはね、はい、へー、あー、は原西駅南の女性スタッフはおにぎりのことをゴミ袋って、はい、呼ぶんだよ、広いよねと。ゴミ袋、そうそうそういや急に本当何の脈絡もあのなく、はいはい、ゴミ袋って急に言い始めてえ、何何って言って、ちょっとね、あの、はい、素敵な感受性の人が多いですね。あ、なるほど、はい、なるほど、杉下さんは長店に入る前は他の店舗で働いてたんですかってね。まあ、あのそうですね、はい、千葉県とかにいたんですね。千葉県とかも、この前はあの、うん、スロット専門店のあの近くの、はい、アクロスに、あのアクロス、あのアクロス、あのアクロスに、あのアクロスに、はいはいはい、はい、にいたということでね。実はいたんです、実はいたね、実はいた、はい、杉下 X に改名しましょう。あ杉下 X、 かっこよくなったな、ね、なんかスパルタン X みたいな、はい、じゃあ、杉下先が見えないのでさようならとかね。はい、あ長年に、コデッピーの生き量が いる気がするとかね、生き量、うん、はい、おにぎりラッコのモノマネやってとかね、ポンポンポンですよね。はい、俺の原西元気かいと元気、はい、ありがとうございます。でも全然当たんないよこれ。そうですね、ちょっと、杉下さん年代的に踊る大捜査線も見てたよねと。あ、見てました見てました、はい、そこでやっぱもう、もう刑事系は大体見てるんですね。大体見てますね、はい、有名ところは、はい、うん、なるほど、外店長と同じ、罰がついた X メンなんだねと。いいな、 X メンか、 X メンかっこいいですね、 ねかっこいいですね、はいはい、相棒は、亀山くん時代が好きだったなと。一番最初ですから ね、原西そろそろ先輩の威厳を見せてやる。そうですよ ね、見せてやれ、聖徳太子のモノマネやってと。お、出しちゃいますか。はい、ちょっと今ちょっとダブルしたんで、ちょっといいですね。そうです、ちょっとこれだけ、あー、これで弱いないかな、弱いね。弱いっす、まあ、弱い。僕前当たったやつで、あの疑似にから、はい、あのボタンを押せの瞬間にあの、ビタで、上が光りましたね。あ、キュインみたいな、おおみたいな、はい、ということでね、じゃあ、はい、行きましょうかね。じゃあ聖徳太子こちらダン、はい、見てください、このね、ありがたいありがたいありがたい、聖徳太子様ありがたい、今日もね高校好きですね、今日本当高校好き、ありがとうございます。はい、リーチちょっといつもより長く、ちょっと長くね、それ割れれば当たりでいいんでしたっけ。これはです、おお、いつ、あ、なんじゃない、ナイスブルルルルね、ありがたいやナームってね、はい、さあさあどうでしょうか、来いって言うけどね、来い来い、まあまあまあ、はい、残念ね、はい、俺プライベート中の、かなこを浜松で見たわってね、オーラ半、オーラ半端なかったわらとね、はい、X1 さんは M 淵店長が嫌いだったと聞いたんですが本当ですかとね。いやいや、M 淵店長はもう尊敬してますね、はい、ありがたいね。はい、ゴキブルさん102-102、ちょっとごめんなさいね、102ちょっとごめんよ、はい、ありがたやナム、ありがたや、いやありがたいなと、聖徳太子がありがたいありがたいなって、もうそういうやつな、そういうやつなの、そういうやつなの、はい、杉下さんは冬のボーナスは、何に使った、行ってみなさい、ね、行ってみなさい、はい、貯金してますよ、おっ家庭な、家庭な、じゃあね、もう羽根さんはね、もうあの、はい、即もう即持ってかれますもんね、おはい、もうそうですよね、はい、いろいろ習い事あるからって言われてね、そうです、習い事、そうです、習い事、習い事、習い事ね、はい、杉下、俺、あ、俺のリチャピさん抱いてないだろうなってね、あ、リチャピね、人気でしたからね、抱きたかった、え、おい問題発言だよ、問題発言、大問題発言、ご用ですね、これ、これ、あの危険な警察、これちょっとあの逮捕ですよ、これ、ちょっとね、しばらくこれ出れないな、これね、杉下さんは、これだね、ごめんなさいね、容疑者 X さん、プライベートは、何打つんですかってことね、僕はプライベートスロット、靴見したじゃん、これ、ね、はい、はい、ちなみにスロットは何が好きなんですか、あれですかね、ノーマルタイプの、やっぱりアクロス系ですかね、アクロス系、はい、バーサスが一番やっぱり、なるほど、それが好きってことだよね、予告音
になった時にあの、うん、右ビールから止めるっていう、はい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 、はい、いいですね、はい、そういうのがあるけどね。原西さん、平野ノラのモノマネはできそうかなと。あ、いいね、平野ノラのモノマネか、しもしもとかバブリーとかですね。あしもしも違うな。ちょっとね、で練習します、ね、違う、で練習します。はい、杉下警部も原西さん、聖徳太子みたいにありがたがられてるんだよね。ありがたがられてる、ね。忘れないうちに食べておきます。そうですね。あ、そうだそうだ。食べちゃいますか。じゃあ先に原西さんいきますか。はい、じゃあ僕からいきます。はい、じゃあ100回転回ったんで、はい、じゃあさ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 あ、黒いの食べたから、はい、僕こっちいきます。はい、どれかな。じゃあまあ隣、はい、いただきます。さあどう。お、あれ、おいしい、おいしい。なんだなおい、うん、はい、ということで、ね、はい、あ、じゃあ先に、あ、じゃあ、うん、わかりました。いや、あの杉さん、じゃあ、あの2ついきますか。2個ある、2個、はい、2個、じゃあ、はい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 、これとこれ、これとこれ、はい、あ、ダブル食い、あ、まあ、あの1個ですよ、1個でいい、1個ずつで、はいはいはい、はい、まず1個目いっといて。さあさあさあ、いっといてよ。どうかな。え、セーフ？おいしい、おいしい。お、なんだろう、あー、これアブちゃんやったな、これやったかもしれない。はい、さあ2つ目いってください。そろそろね、ね、水分持ってかれるやつだろ、確かにね。そろそろ引くんでしょ。うん。長い長いな。え、なに。あれ、あ、微妙。え、微妙、微妙って言ったんですよね。やっぱ当たり、当たりだったんですけど、当たりだったんです。反応に困る辛さ。何それ、薄いなーってことね。はい、ちょっとあれですね、リアクション勉強してもらえないこれ。はい、ありがとうございますね。はい、じゃあ僕一つ行きますよ。はい、何が今日でもなんか違うの入ってるって言ってたんですよ。ね、ちょっと気になるのがね、そう、これ視聴者の皆さんに多分分かりにくいけど、このね、お盆の縁々になんか赤いね、ちっちゃいカスみたいなのがチラチラ乗ってんすよね。なんですかね。わかんねえけど、よし、じゃあ行きますか、私ね。じゃあ一個いただきます。それではいただきます。カスが辛い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 、なんだこれ、なんだこれ、違う、か、七味、あ、あ、七味か、七味、七味、七味入れたのこれ、うわ、うわ、最悪これ。これつい、七味きついなこれ、うそ。うん、辛っ、あー辛い、あー辛い。ごめんなさいね、ちょっと俺が食うとあの喋れなくなっちゃう。そう、なんか放送事故みたいになっちゃう。辛いよこれ、繋いでいきますか。あ、やだ、あ、やだこれ、やだこれ、やだこれ、やだ、ちょっとこれなんかやだなこれ。だからね、おいしい、心配ないさってね、水分も持ってくれるやつね、はい。近所のお店刑事夜、ん、刑事、はい、夜9時ぐらいだけど楽々座れたよってね、はい、大丈夫か、ちなみに大井町の近くってね。あ、そうなんですか。まあ、結構ね、ダイス入れてるホールさん多いですからね。そうそう、今回入れてるのはみんなダイス多いとこですから ね、 ね、はい、ね、水もね、いや、やったか薄いなってね。杉下さん、はい、口に入れてから、間をためるねーってね。はい、さすがってね。 ありがとうございます、ね。おにぎり中店のは、新宿店、ん、シュークリームを思ったら可愛いでしょってことで、いや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 、そう、新宿店のね、シュークリーム結構最近エグいんですよ。はい、あ、エグい、納豆か、納豆、いや違う、いや、もう納豆はもう話あのなんないんだ、話なんない、うん、おにぎりそれはオーバーすぎるわ、ちょ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 、ベッてきたの、ベッてわ、だってみんなあれでしょ、このあの1ミリかけ、あ、じゃあ2ミリかけ2ミリの量の七味ってバッて食ったことないでしょ。ベッて食うぞ。、ね、
またまたおにぎり演技うまいな本当は確かに、おいおいおい中店へ来い杉下さん、これが芸人あ元芸人のリアクションでね、七味焼きついてね、おにぎり君七味を気管に入れに入れてみて入ったんだよはい、そんな大げさなってなんでそんな大げさなってなんのいやじゃあからちょっと待って冷静に考えてみんな、だってあのクラッカーにね、からしと七味が入ってるんだよ、そんな食べ物ありますか沢口靖子もそれは絶対しないでしょ、ね、仮想研の女もリッツパーティーもそれはしないでしょ、しない、本当に非日常ですからね本当に中店はね中店は非日常、はい、非日常、杉下 X ジャパンさん、今年のクリスマスは一人で過ごすんですかあれそれとも新たな出会いはありましたかってね、どうなんですか、僕ですね、先ほどちょっとご案内させていただいた、うん、金馬車の太田店に、はいはい、お仕事でヘルプに行きます、なるほど、はい、だから仕事です、はい、ありがとうございますね、全然大したことないけどね、リアクション芸人ってね半日の娘を僕にください、いいですよ、いやまだでもまだちょっと未就学児なんですけど大丈夫ですかあらワンちゃんあの素敵なブレスレットを、ね、危ないじゃんね、はい、はい、危ないですね、普通のリッツパーティーしてんじゃねえよってことね、はい、大見も大見もお客さんの稼働いいですかと、大見うちの中で今一番ですね、あ一番いいということで、はい、人気ね4円で10機台ありますからね、はい、はいはい、リアクション芸人でもね、杉下さんこの展開おにぎりの心、おにぎりの心の中美味しいと思ってるから大丈夫です、違う、別に食べなくて済むんだったら食べたくないですよ僕だって本当に大好物のランにだってね、からし入りあの率は かけませんから、木村吉野は七味を入れるよってマジで、確かにリッツパーティーやってたな木村吉野もね、おにぎりさんは何食っても次の日は元気に放送してんだから聞かないの、いや聞くんですよこれが、僕ちょっとね唐辛子系が多分あの、うん、体が苦手というか、あの食べた数時間後に、はい、もう本当下すんですよ、今日もあの曲がり間違ってあの、はい、水戸駅の、はいはい、あれ何階ですか、3階4階にあのラーメン屋さんがなあの何軒か入ってる、あでも最近行ってないからコーナーがあるんですけど、はい、そこになんかちょっとあの、味噌、はい、味噌ラーメンでちょいハバネロみたいな、はいはい、あれがあったんですよ、はいはい、それを食べてじゃあよし あの長店行こうって言ったら、はい、上菅谷の駅のトイレに僕15分いましたから本当に、いやおにぎりさん来ないなって言ってました言ってました言ってました、本当はねもうちょっと早く着くつもりだったんですけど、そうそうそう、思いのほかね上菅谷のトイレが快適だったんですよすいませんでもうやばいですよ、もうだからそういうなんかすぐ出るペッてそんな体にされてしまったんですね僕はね、杉下警部君のモノマネだ、杉下右京で最後に一つだけやってみなとね、なんかあります、いや右京さんの、はい、いやありますよ、うん、大好きな右京さんなんで、はい、あじゃ あのカメラに向かってあの一発やってみましょうか、はい、じゃあ振りあの入れますね、うん、ありがとうございます、はい、やりやすい、はい、じゃあ杉下右京のモノマネまで3、2、1どうぞ、最後に一つだけよろしいですか、じゃあ、まあ、なかったことにしてください、本当に、いやいやいや 生放送だから、ね、言わないと最後に一つだけよろしいですかです、その後もう一言もう一言、そう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 、なるほど、だって解決してないじゃないですか、解決してない、いやー、かなり無茶ぶりですね、いやいや大丈夫、徐々に慣れていきましょうよね、徐々に慣れていきましょう、全然いいですよ、はい、失敗から成功が生まれるそうですね、はい、トライアンドエラー、トライアンドね、はい、わー面白い棒読みってきますね、はい、春西の方結構、ブルってき、来てるはずなんだけどなってことね、そうそう、ああ小ブルは来てるんですか、ね、だからもうあのちゃんと申告しないと入んないですよ、はい、春西のね、おにぎり小ブラチリやってみようぜ、全然平気そうだからね、わかりました、島唐辛子差し入れすればいいの、いや違う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 、本当に帰れなくなっちゃうからね、杉下来週からもういいやとね。ノーサンキューかな。ノーサンキュー来ちゃった。かね。困りました。はい。今打ってる島は大海だけですか。原西だけ、はい、原西
だけでも天に移動しないですかってことね。この島はあれですね。そうです、はい。部は大海ですね。はい、大海。で、一応ね、あのボックスが、はい、あの向かい合わせで沖海砲と、そうです、はい、大海っていう感じに、ね、はい、なってますので。はい、その最後の一言が気になって今夜は眠れそうにない。そうでしょ。解決してくれないと。そうなんですよ。最後に一つだけよろしいですかって言ってポッてね、勉強しておきます。ね、原西さんまだまだ聖徳太子のモノマネは安泰だねって、ね、あだっす、ね、だってね、あの新しいあのリアクションであのありがたがありがたいよね、ありがたやーってみんな、はい、手合わせてますからね。あだっす。はい、杉下さん初回から爪痕残してるなと、ね、ありがとうございます。爪残しますよね。まあもう一生出てこれないかもしれないですけどね。いや、わかんないですよ、ね。はい、原西、あ、違う、はい、失礼、ごめんなさい。杉下、じゃあ逆に何のモノマネが得意なんだよとね。何のモノマネ、うん、なるほど。あ、もう古畑任三郎得意ですよ。お、いいっすね。じゃあ行きましょう。ね、古畑任三郎ですね。だってね、てて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 、ストレスストレス、はい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 。あ、じゃあ、あのじゃあやっちゃいますよ。あ、いいですよ、もうてて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 、今回の犯人は、うん、なかったことに、なかったことにしてください。困りましたね、そんなことをされては。お、返してきた。返してね、てんてんてんってきちゃったじゃないの。てんてんてんじゃね、はい、はい、てんてんてんじゃないよ、みんな。もう手やそ、ありがたやつって。ありがたや、ありがたやね。ありがたや、そっちか。はい、原西、珍しく4円で大見打つから相性は悪くなってんじゃないですかね。そうなんですよ、多分ね、え、なかなか、いや違うんです、だから大海大して打ってないじゃないですか。ちょっとちょっとでも長く打とうっつってテイスロー言ってるじゃないですか。100回転回しました、ね、100回転。あ、そうなんですね。100回転は回したんですね。100回転回したっす、うん、ねえ、絶対来週からもういいからねってね、てんてんてんってね。あ、もう大丈夫です、ね、え、今回の犯人が気になって明日も眠れそうにないわとね。ありがとうございます、ね、あ、でもあの犯人、あのつながりでちょうど今なんかあの金田一少年の、はいはい、事件簿のあの犯人め、はい、あの目線の漫画がなんかすごい面白いらしいですね。はい、なんかそうですね、うん、あのトリックって金がかかるって言って。結構今ねそういう系のあのスピンオフ系ですよね。多いですね、あれが、はい、まあ、スピンオフで言うとあの僕あれ好きなんですよね、あのカイジの、はい、班長とか。あー、知ってます。ね、わかんない。あ、中間管理職、利根川とか、ね、利根川とかね、はい、あそこら辺だから、その2人にスポット当てた、ま、あの漫画なんですけど、はいはい、結構ねあのギャグ線が非常に高いんですよね。へえ、てんてんとかね、杉下さん、古畑で好きな回は自分は一郎が出たやつと。ああ、僕はありましたね。そうですね、木村拓哉さんが出たやつ。はい、はい、あれも本人役でしたっけ。本人役じゃないんですけど、はい、どっかの大学の助教授とかの役で、あ、はい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 、爆弾を作って、はい、でなな爆弾で観覧車を爆発させようとしたんですけど、うん、まあ、古畑に捕まっちゃうっていう話ですね。はい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 、ね、よく覚えてますね、そこまでね。大好きなんでね。はい、じゃあ、杉下、じゃあ、右京と古畑で会話やってみろって。いやー、ハードル高いでしょ。ブブブブブブ、本当に、ど素人に行く、もうできないです、そんな。はい、とりあえず鼻毛抜きます、どうぞ。ねはい、原西さん、最近はライダーのモノマネやってないねと。ライダーのモノマネやったことあるんですよ。ノリダ、ノリダ、ノリダ、はじめノリダで出てましたからね。はい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 、ね、俺は古畑は明石家さんまだなと。あ、そんなのもありましたっけ。あ、ね、弁護士の役だったんですよ、うん、はい、ね、モノマネの定番はビートたけしや、出川のてっちゃん、平泉星、はいはいはい、があるけど、できそうってことね。あ、どうなんですか、まあ、原西さん。え、俺に振ってきたね。なんでバカ野郎。お、いいですいいです。そうそう、大体そういう感じですからね。てかバカ野郎、ね、いやいや、やばいよやばい、これリアルに当たんないとやばいですよ。やばいよやばいよ。お、ね、2、いや、あれ崩れてこない。あ、ここでかね。
俺はってね、金田一で思い金田一で思い出したけど、コナンの作者が救済 するってね、病気かなんかで。あ、そうなんですね。そうなんですよ。結構だね、あれ長かったですからね。このあの黒幕も分かっちゃったんですよ、一応。あ、そうなんですか。はい、まあそれはお楽しみの人。まあ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 、まあ、そうですね。あ、そう、じゃあそろそろ完結かなっていうか。あ、でも一応まああれか、あの救済ですもんね。そうです、救済、救済で。杉下さん、古畑のモノマネを しているハリウッドザコシショウのモノマネお願いします。ハリウッドザコシショウ見たことないです。あ、見たことないですか、これ。見たことないです。あれ面白いですよ、もう。あ、本当ですか。アラン・バンデラーキャン、ハンマーキャンマーって言うんですよ。あ、聞いたことある。原型ないですよね。原型がない。原西は今のシダでハマった分、次打てば早く当たって収束しそうと。はい、うん、さあどうでしょうか。ない、ないな、残念ってことね。はい、杉下負けてるぞってね、どんどん得意なモノマネやるモノマネ合戦みたいなことですね。はい、杉下さん、はい、リチャピさんの LINE ID 知ってる、10万円で売ってお願いってことね。残念ながら知りません。お店に行ってください。ぜひ ね、はい、ね、はい、長店の景品に魚肉を置いてたっけと。魚肉はないっすね。魚肉ソーセージね、景品にはないかも。景品じゃないとあれだよね。はい、ねえ、ちょっと待てってね、黒幕が、気になって、しあさっても、ね、眠れないじゃんね。相当眠れないですね、これね。さあさあ、なんだかんだ残り5分ですよ。もう、はい、いつの間に。で、杉下さんは今ね、もうさらに100回転 はまってますから。バレました。僕もハマってますよ。原西さんもそうですね。はい、いってます。ハマってますんで、いきましょうかね。1個ストック、はい、1個ストック、ワンストね。はい、原西さん、はい、モノマネの流れで、はい、忘れていると思わないでね、当たり、まだと。あ、ドキッとね。なかなか来ないからね、これはね。なんか持ってかれちゃったな、なんか全部。右京さんに持ってかれちゃった。いやいやいや、持ってってないっすよ。右京さん持ってくでーとかね。いろんなもの持ってっちゃうんだから、ほんとに。ねえ、ほんとに。時間返してっていうね。うまい。だいぶだいぶだいぶですね、これ。まあでもね、一応ね、当たり早かったからですからね。スイスさんね。はい、今日当たり少ないからオレオ&、リッツ余るねってことね。いや、これはもう全部ね、はい、杉下さんが、はい、いや、花火さんか、はい、あの晩ご飯でね。リッツ茶漬けやるそうなんでね。リッツ茶漬けね。いやー、美味しくなさそうですね。そうですね。あとであのスタッフがね、美味しく分けていただきます。スタッフが美味しく、ね、美味しくいただきましたって、ね、はい、まあ、スタッフかっこ杉下さんのみですけどね。のみだけみたいなね。ひたすら食ってね。あ、来年の目標は何かありますかってことだね。来年の目標か。そうですね。ありますか、お二人、ね、やばいな、まあね、もうだってもう2017年もあと10日ですよ。そうですね、11日か、ね、で終わりですから。もうちなみにあの僕のね、来年のまあ何個かあるうちの一つの目標は、はいはい、あの弟子を取るってやつですね。杉下さん、ま、違ういらない、いやいや、いらない、時間がある、時間がある。違う、あのスカウトしたわけじゃないんで、はい、ちょっとね、はい、若手のあの弟子をね、はい、取ってこぎ、はい、使ってやろうと思って。おお、すごいですね。うん、おにぎりも あと10日で終わりかって。待って、俺の賞味期限2017年だけ。ねえ、原西&、杉下さんは食は細いですかと。あ、食、あ、僕こんなガリガリですけど結構食べますよ、はい、結構食う派、はい、食う派ですね。なるほど、原西さんは。僕も基本が食べますね。家にいれば、職場とかではあんま食べないですよね。ああ、なるほど、はい、じゃあお家に帰ったらがっつりみたいな。お家に帰ったら食いますね、はい、だそうですね。しかし杉下さんずるいね、右京さんの顔が思い浮かんでついさん付けしちゃうと。なるほど、いや、ありがたい、なんで、弟子なら日本海先生がいるじゃないか、いませんよ、そんな人ね。おにぎり、それはインターン生を、連れ回してる常務が羨ましいんですか。あ、まあまあ、そういうのもちょっとありますね。まあ、羨ましいっていうか、はい、なんかあの、なんですかね、近場で仕事が触れる人っていうか、
パパンっていうもう、はい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 、そういうちょっと連携のあれをちょっとね欲しいなと思って。秘書、秘書、秘書、そう、美人秘書。いや、美人、爆乳美人秘書。いやいやいや、余計な4文字がなんか本当に爆乳美人インラン秘書をぜひ2人両脇に抱えてね、目的が違う。あのバスタブに札束入ってる風呂でね、あよく見るやつですね。そうそうそう、で、あのねえ、このあのハイパーストーンを買ってからつきまくりみたいなやつねえ、おにぎり飯を取るって、聞こえて太りたいのかなと思いましたよ。飯じゃない、でだよ、で、ねえ、おにぎりさん、俺年上なんだけど兄弟子として取ってください。違う違う違うそういうんじゃないですからね。確かにおにぎりにはもう飽きたな、またどこかで会おうね、機会があったらでね、来年もいますよ、ね、ゴミ袋てめえが、弟子なんぞ1000年早いわってね。じゃあ1000年後に しましょうか、おにぎりは給料払えるのかなってことね。そこはもうだから、まあ、給料っていうかあれですね、あれです、歩合です。歩合、日雇い、日雇いみたいな、あの取っ払いでも、はい今日来たから、はいじゃあ5000円1万円みたいな、お疲れさんみたいな名探偵コナンの、黒幕はこれは読んでいいやつなのかなちょっと一応ごめんなさいね、伏せときますね、おにぎりのことはまだ向こう8年は見れる自信がある。お、いいですね。ちょうどね、もう僕はキコナさんにあと8年いるんでね、最低8年いるんでね、もう最長30年ぐらいいますよ。最長30年最長30年ですからねさあさあさあ、今1時ですが、ちょっとちょっとねえかな。いや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 、見せ場なし。魚群も1回だけだよねこれ。確かに、確かに、まあ、こっちであれだけど、最初のブーのね、はい、あのビッグバイブで来ましたからね。マジか素直なね、天気がいいとかね、急に来たらいいんですけどね、はい、この海は、釘の位置が左右対象だっけ、右打ちも大丈夫ですね。まあ基本海は対象ですよね。そうですね、ミドルの海っていうか大体今の海出てくる海は大体一緒ですかね、うん、ね、今年ラスト放送だし少し伸ばしてとかね、どうかね名探偵コナンの黒幕は中村陽太とかね、これ僕の本名ですねはい、私ですね、はい、はい、黒ずくめも全部僕ですからね、さあさあ、ちょっと難しいからじゃあエンディングですかね。はいはい、はい、じゃあ終了。いやお疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ最後にね、みんなのストックはストック、はい、ストック分今食べます？今だ、あ、じゃあ今行きますか。今行っちゃいますね。もうほら、はい、あの今年最後なんで、はい、もう分かってる。そろそろね、もうあのダブルアップチャンスで2つぐらいいけんじゃないですかもういっちゃいます、ね、うん、はい、じゃあいただきます。いただきます。どうだ、長いすぎじゃん、分かんないやついや、おいしいおいしいやつ、普通においしい、普通においしいやつ、じゃあいただきます。はい、ちょっと待ってくださいね。はいはいはい、はい、さあさあさあ、どうでしょうかね、全部いけとねあ、来た来た、ほほほほって、あ、辛い辛いよ、動く動く杉下さん、動く動く、前後ろ前前、全然さっきと違う、本当に、ね、全然ね、アブちゃんや優しすぎねえとかね歩合戦なら仕事しまくっておにぎり市長を破産させればいいんですか、やめてくださいね、今年もありがとう、おつぽんとかね、やっぱ緑が出る台が長点はいいよとかね、いやそうでした、ちょっと失礼しました。次は刑事かな、はい、ね、じゃあエンディングでね、はい、春弟子何味わってるんだろうねさあ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 、はい、はいはい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ということで本日は